何も見えへんな。どこやろ。ああ、ここになんかあるぞ。はい、ここにありましたけどね。看板ないか。ないな。これ古墳は古墳やけどね、これ。そこで石立てるけど、なんか書いてあるかね。いや、何にも看板わからん。ここは池田古墳群っていう可能性あんねんけどね。どうやろうね。池田古墳群。この横も竹屋はいっぱいあんねんけど。ここ見当たらんかね。何にも調べずに来たんでね、図星で。まあ当たったの当たったんやけどね。ここもなんか古墳みたいな感じやな、これ。いや、何も見当たらんね、古墳。これは古墳かな。いや、古墳だろうな。古墳群って書いてあるから、この辺だろうな。ずーっと、ここがね、はい、築山の古墳でございます。これ全長が210メーター以上あるんでね。丘陵やけどね、これがおそらく古墳群やから、ちょっと向こうは歩いてみようか。これは中入れるとこれ分かるんやけどね。持ってあります、古墳ね。ここ歩けるか、歩けるな。これは紛れるな、ここ古墳でございます、これね。調査しないんだろうな、これ。だけバタバタ倒れるとでし。ここに一個やろう。これこっちも一個やろう。古墳らしいね、山が。あら、高い山が見えますわ、ここ。もう、見るからに古墳ですよ、これ。この辺全部ね。回られんか、これ。いや、回られるな、これは。行きまへんか、これ。ここ、古墳やるけどね。これね、これ、木水塚古墳かね、これ。すぐ横だねな。いやー、これ、もうちょっと前、住んでみようか。お、行けるか。いや、何もわからんな、これじゃ。おそらくね、池田古墳群って言われてるんで、この辺はずっと古墳がいっぱいあるんやけどね、全く何も知られずに来たんだけど、一回確認せないからね、あっこ行って。資料館に行って確認せないからね、けどね。お、回れるの、これ、ほら。なんかゆら落としたけど、なんやったな、今のことは。これなんか未開の地になってる、未開の地。横、JR かね、これ。いや、ここまでこれだけどね、未開の地だね。これ。この辺ね、まだ行けんのか、ね、そこは最高や、そこまでやな、そこまでしかねんな。
とはね、あとはもう民家でございますね。はい、これずーっとこれ古墳群やね、ここがね。すぐ横はもう民家になってるんでね。ああ、JR 来ましたわ。はい、JR。JR の線路でございました、ここ。おお、二条段だ。二条段、二条段ね。これ全体図、こうやってわかるかな、こうやって。ここはね、おそらくずーっと。池田古墳群でね、この南側には両家山古墳群があるんですけどね、旨味古墳群の中に入りますからね、一番南端なんですよね。ね、ちょっと2階の地でございます。いやー、中竹やぶの中いっぱいなんかマウンドがありそうよ。もう竹のこの本数奥見えぐらいのすごいすごさやで、これこんなんなんでな、掘っていたら。これやっぱりね、これどうやろう、山かな、山かもしれんな、分からんな。ちょっと中がね、全くね見えないな。滝が倒れとるし、ちょっと待ってや、この奥にここから入れるようになってるの、これちょっと入ってみようか。これ古墳群が 見えるんかね、これ。あれ民家かね、これ。あらあら、これは古墳群見られんかいね。もうね、竹や竹だけだ。奥が見えんぐらい竹が。この状況でございますからね。ほんまに見えないね、中が。ダメだこれ。目視でも見えないんやからね。これが竹、この竹が、竹を切ったら古墳が見えんのやろうけど。残念でもないですか。この辺だけね、ちょっと竹やぶになってます。あ、ここはあの道やな。これはね、今出てきたんやけど、普段ここの道でございます。あらあら、こちらの方にね、上京山古墳があんねん、あんねんけど、ちょっと行ってみようか。ここもね、ずっとね、マウンドが残ってるな。いやー、はいはい、わかりました。この辺一帯がおそらく池田古墳群でしょう。竹やぶになってますわ。で、北側が JR 線路が走っててね、おお、二条段が見えますわ。綺麗に二条段が、今日は風が強いけどね。